あとね、やっぱだから最近その坂又と仲良くなって、坂又は人とのね距離の縮め方がめっちゃうまい。それはねすごいと思う。やっぱラミーがさ結構入った時ってさ、先輩っていうところで結構さちょっとこう3歩ぐらい引いちゃうとこがあって、喋りかける時にもさあんまこう殴りかかってるとなんかちょっと失礼かなとかって思っちゃってさ、あんまり強く出れなかったりとかしてたけど、坂又はガツガツ来てくれるからさ、普段からああいう感じなの坂又って。あ、全然ああいう感じだよ。普通に裏で喋っててもあんな感じ。めっちゃ殴ってくる。めっちゃ殴ってくるけどめっちゃ褒めてくれる。なんか、ね、ラミ先輩ってほんとなんかなんとかですよねとかって殴ってくるんだけど、でもなんかすごい丁寧で優しくて、なんか本当前にも思いましたけどラミー先輩って優しいですよねとか、なんかそういうのね挟んでくるね。 DV かあれDV 彼氏みたいでさ、殴って殴って優しくするんだよ。だからもうなんかそう依存してきちゃうの。坂又ってまあ裏じゃなくても表でもなんかベタ揉めとかしてくれるけど殴ってくれる。いやちょっとラミやめてよ、そういうやつに弱いんだから。最近ねやっぱなんていうの、マリン先輩とか前さ結構あちくそに殴ってくれるタイプだったけどさ、最近なんかラミといるとなんか甘々になっちゃってさ、あんまなんかラミたーみたいな感じになっちゃったからさ、最近こうやっぱ殴られたいみたいなところがあるのかもしれない。坂又は殴ってくれるみたいな。船長はもうつまんねえと。いや違うんだ、なんかね甘えっこになっちゃったんだよね。なんかもともとがさちょっと甘えっこなとこあるからさ、やっぱ仲良くなるとそういう面が大きくなる。ラミーもさ基本的にはやっぱユキミさんには甘えたいみたいなとこあるじゃん。船長は飽きたんか。別に飽きてない、飽きてないよ、飽きてないけど今はちょっと坂又面白いみたいなとこある。